はい、えー、速化塾の久保です、まあ、吉田さんがね、えー、鹿児島行かれて毎月毎月商品売らないとやっていけないというかね月末になって売り上げが思ったように立たないとやべえな大丈夫かなっていうような気持ちわかるなと思うんですよ、あのー。商売やってて一定ののあで振り込みの金額がまあ例えば300万だとしたらその日までに300万作らないと。 いいけないんですよ、うん、で300万何とかできて払ったと思った瞬間にもう次の月末の支払いが気になるんですよねうんだからやっぱり数ヶ月分ののストックがあるるっってていいううは割と余裕になるっていうかね、うんまあ、今月、まあ、万が一売れなくても、まあ、払っていけるしな貯金切り崩してみたいな感じになるんですけどもその逆に借金が減らないと今度ね 支払いもだん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 苦しくくなってくるんですよね借金が1,000万あるで今月の支払いがまああのー、未達だったと300万払うとこう200万しかできなかったっつったらその1,000万の借金に100万乗ってくるわけですよね。でやればやるほど借金がかさんでいって返しても返しても減らないってことになると返すのが今度惜しくなるみたいなねそんな感覚になったりするわけですけども。 まあ商売っていうのはでもそういうもんですからね。あの、吉田さん最近ね、あの岡山の会社で、なんとこファームっていうところで大規模な詐欺があったらしいんですよ。で、ヤフーニュースとかで、戻ってこない1600万、ね、嘆くう投資家とかね、そんな感じで書いてあったんですよね。いや、でもね、あの、今回は詐欺でやられたでしょうけども、事業を始めるってことは、 それが詐欺であろうとまっとうな仕事であろうとビジネスであろうと投じた500万がなくなるかもしれないと思いながらやるもんですよね。初期費用がが万万かかかるなななら1000万が返ってこないいもしれないと、うん、でなんか投資詐欺って結局お金を預けてあとはねあのお金を出した人ってのは、まあ普段の日常が遅れるわけなんですけども店をやるとか会社をやるってことになるとお金を出した上に 時間が日々拘束されるんですよねで一定の責任もついて回るとその結果ビジネスがこけると何にも残らないってことになりますしその間に働いた時間も全部消えていくってことになりますよね。どっちが痛いんでしょうねでも言えることは詐欺だろうがなんだろうがことを始めるときに初期費用がかかって大きなマイナスになるってことなんですよ。その大きなマイナスを 場合によっては10年とか20年かけて返しながら日々の収入を得るっていうね。うん、そういう形だと思うんですよ。だから今の,な今の時代ね、パソコン1台あったらスマホ1個あったら、費用かからずにビジネスがいろいろできるから、まあ、さっきのなんとかファームのね、詐欺話じゃないですけども、そっちを選ばなくてもいいんだけどねっていうところなんですよね。そうなると、まあ時間はね、やっぱりこう取られるでしょうけども、 お金までは取られないからダメージも少ないかなと思うんですよね。うん、まあそんなことをね詐欺話から思いました。うん、あちなみにね吉田さんあのインコがお風呂に入って亡くなっちゃったって話だったでしょ。やっぱり良くないみたいですね。うん、あのなんかこれ体が冷えて死んでしまうっていうことがあるらしいんですよ。お風呂に入ってしっかりと水分取って温めてあげると大丈夫なんですけども。 そのまま放っとくとお風呂のお湯がね、まあったかくてもそれがお風呂からあげると冷えてで急速に鳥の体温を奪って死んでしまうっていうふうに聞いたことがありますよね。まあ、けどカモなんてのは寒い時に池に着水してあれはどうなんですかね水がくっつかないようになってるのかな。うん、まあ鳥の生態もいろいろ調べると面白いのかもしれないなと思いましたね。 まあ話いろいろ行ったり来たりするんですけども最後にね今『アメバー TV』見てたら千原ジュニアさんって旧車が好きなんですよ古い車がでガソリンが上がってもうやれんわーとかねガソリンが値段上がって本当つらいんですわーとか言ってるんですけど嘘だろうと思いますよねいや確かに値上がりしたらきついいいと思いますよいやでも私ねこうやってねガソリンバカバカ食う車何台か持ってて多分千原ジュニアさんよりも収入低いと思うんですよ でもガソリン代が痛いなんて思わないですよねすでに、うん、確かに,なにガソリン代がね14050円から160円とか170円上がったら痛いですよでも単価が20円30円上がったところでどうなんだっていうことですねうん1万,1万リットルじゃないか1000リットルね1000リットル入れたところで2万とか3万の違いでしかないわけですよで1000リットルなんて入れないでしょ 何が痛いんやと思いますよね、なんかね。消費者に寄り添ったようなふりをして。<laughs> ガソリン代がね、たとえ1リットル1000円になったところで、まあ痛いか、それは。まあ、安いければね、安いに越したことないですけどね。でも、ものすごく稼いでらっしゃる、それは旧車をいっぱい買うね。コレクターをするぐらいの余裕がある芸能人さんが、ガソリン代上がって痛いっすわっていうのはね。そんな話じゃないと思うんですけどね。何なんですかね。い <laughs> ってらっしゃい。